じゃじゃん、こちら視聴者様からのプレゼントと手紙紹介。はい、今回はこちらをいおりくんとシシとやっていきます。ママちゃん、まずはお手紙からご紹介していきます。はい、こちらのお手紙です。お元気ですか？お元気です。お元気で、はい、元気です。はい、いつも見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。ディズニーランドの動画が楽しみです。ディズニー好きなんですね。ディズニーだもんね。ディズニー楽しいよね。はい、 T シャツはもうないんですか？これからも応援してます、萌えより。はい、こちらの T シャツは、期間限定での発売になっておりましたので、その時しか買えない期間限定でございます。はい、再販の予定は今のところないんですけれども、まあ、いおりくん TV としては再販したいなとは思っているので、もし再販することがね、正式に決まったりとか、あと新しいグッズが出ることがありましたら、YouTube の方とか Twitter の方とかでね、告知させていただく形になるかと思います。お手紙ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ハリネズミの封筒のお手紙。かわいい。イオリクファミリーの皆様へ、初めてお手紙いたします。ありがとうございます。ありがとうございます。2月11日にディズニーランドのトゥモローランドでまったりしていたと して、あ、ごめんなさい。まったりしていらした時にお声をかけさせてもらったものです。北海道から来たと言って、ドイツのチョコをお渡ししてます。ありがとうございます。ありがとうございます。私は昔からディズニーが大好きで、いおりくん TV を知ったきっかけもディズニー動画からでした。半年前から親友家族とのディズニー旅行は決まっていたので、今回の感じ、いおりくんファミリーと日程が同じかもしれないと、日常ズームを見てドキドキしていました。すごい。本当に会えるなんて嬉しくて、両家族とも今回のディズニー旅行の一番の思い出になりました。すごい、ディズニー旅行で一番の思い出にしていただけるなんてすごく光栄です。ありがとうございます。ありがとうございます。お時間かけて親切に接してくださりありがとうございました。いおりくんも息子の手を自然と握ってくれて、とっても優しい男の子ですね。そしてかっこいい。ありがとうございますもうすぐ3歳になる息子もいおりくんが大好きで、ごちそうさまでした、ポーと真似しています。せーの、ごちそうさまでした、いつも楽しい動画でたくさん元気もらってます。本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。北海道には来られたことありますか？いつかシンシンも成長して飛行機に乗れるようになったら、ぜひ遊びに来てみてください。会えた嬉しさで伝えたいこといっぺんに書いちゃいました。これからも遠くからずっと応援しています。いつまでも仲良しで楽しいファミリーでいてください。マキコさんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ヤコッタのやったー、かわいい。こんにちは。こんにちは。今回ミラコッタに宿泊したので、ミラコッタよりお手紙を出させていただきました。1月のディズニー動画に続き、2月頭の動画も楽しみです。ちなみに私は動画の音楽にも使われているリミックス2曲が流れる瞬間が大好きなので、また新作のリミックスの曲を作る予定があればぜひ作ってほしいです。フェロンさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。今回のスタンプはですね、ミラコスタのスタンプでございます。かわいい。これミッキー。ミッキー、そう、こちらのプレゼントになります。はい、よりくん TV 様へ。よりくん、しおんくん、パパさん、ママさん、こんにちは。毎日動画を見ています。ありがとうございます。ありがとうございます。高2の見学旅行でユニバに行くことになったので、 YouTube で探したらよりくん TV でユニバに行った動画を見つけました。それ以来ディズニー動画をはじめたくさんの動画を見るようになりました。今
今となっては私にとっていおりくん TV、 そしていおりくんファミリーは私の励みとなっています。これからもお体を大切に楽しい動画をたくさん作ってください。いおりくんファミリー大好きです。あと北海道に来てほしいです。冬は厳しい寒さですが、夏は暑すぎず比較的過ごしやすいですよ。また味噌ラーメンやスープカレーなど北海道を代表する食べ物がたくさんありますよ。北海道に来てくれたら嬉しいです。K.I. より、はい、K.I. さん、ありがとうございます。ありがとうございます。北海道ね、行ってみたいね。医者行ったことないよね。うん、はい、いおりくんへというお手紙。おー、いおりくんへ、毎日動画見ています。ありがとうございます。いおりくん、背も大きくなりました。お兄ちゃんにもなりましたね。僕自身、辛いことがあったりしたら、いおりくんの笑顔や可愛らしい姿を見て、毎日癒されています。毎日学校もありながら、また動画も撮りながらと大変だと思うけど、体にも気をつけて、これからも楽しい動画を作ってください。はい、そしてここでいきなりだけど医者にディズニーくーん。はーい、いくぞ。全問正解できるかな。第1問、呪文。ミッキーが大切にしているテディベアの名前。はいはい、どうぞ。ダフィン。ピンポーン、正解です。第2問。2問、東京ディズニーランド内にある、あ、東京ディズニーランド内にあるのはどれかな。1番ニモ&フレンズシーライダー、2番インディージョーンズアドベンチャー、3番スターツアーズ。はーい、スターツアーズ。3番のスターツアーズ、正解。はい、3問。あ、じゃあ、ま、東京ディズニーシー内にあるのはどれかな。 C ですよ、次は、うん、1番ホーテッドマンション、2番ジャスミンのプライムカーペット、3番ジャングルクルーズ。はーい、はい、どうぞ。ジャスミンのフライドカーブ。正解。はい、プレゼントの方が入ってまして、トートバッグでございます。はい、ミッキーとミニー、かわいい、かわいい、ハンバーガー柄の、タオルです。ランチクロスです。ありがとうございます。せーの、わあ、すごい。チッシーがいない。まだチッシー。トイストーリーの写真立てに、私たちがこうとしてる写真が入っております。手紙とプレゼント、愛様、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、大切にしていきましょう。はい、次はこちらのプレゼントでございます。はい、ラプンツェルです。お手紙読みます。はーい。いおりくん、しおんくん、パパさん、ママさん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく動画を見ています。ありがとうございます。最近では主人も一緒に見るようになり、たまにエンディングを口ずさんでいる光景を見ることもあります。そう、ありがとうございます。ありがとうございます。いつか会えたらいいね。そう、時折会話の中にやりくんファミリーの笑いが出るようになりました。嬉しい。主人と私はディズニーが趣味だったのですが、他にも趣味を見つけようとハンドメイドのアクセサリー作りを始めました。すごいね。すごい。私からはガラスドームの中に星の砂と光を吸収して、暗いところで光る砂を入れたピアス、主人からはいおりくんファミリーが笑顔あふれる毎日を送れるように願ってピアスを送ります。ママさんのファッションの一部に加えてもらえたら嬉しいです。そしていおりくんには2月中旬に行った USJ のお土産を送ります。まだサイズが大きかったら、大きくなったらたくさん履いてくれると嬉しいです。これからも夫婦2人で応援していくので頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。なっちゃんさんです。
くんの大好きなミニーハはい、シシはい、ミニオンの靴下とスノードームのものとこちらの折り鶴のものですね。どっちもすごい可愛い。ありがとうございます。ディズニーに行ってきたのですが、フリー切符3枚集めたらもらえるものとアブーズバザールのゲームの景品のピンバッジを送ります。持ってたらごめんなさい。ホテルのアメニティや付録の可愛いハガキもよければ使ってください。またお手紙プレゼント送りますね。ゆめのんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。おー、かわいい、かわいいゆりくん TV 様、しおんくんハーフバースデーおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。昨年9月はきちんとしたご出産祝いができず、私自身も心残りがあり、ハーフバースデーはきちんとお祝いしたくて、喜んでいただけるか心配ですが、しおんくんに使っていただければ嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆりくん、お兄ちゃんになって半年は経ちましたね。お父さんやお母さんやしおんくんへの気遣いやお家でのお手伝いを済んでしたりする姿がとってもかっこいいです。ありがとうございます。これからもどう学校の勉強をお家のお手伝い動画と頑張ってね。そしてたくさん遊んでね。ありがとうございますパパさんママさん、日々忙しい中 Twitter のリプやコメントの返信いつもありがとうございます。動画の見えないところでしんどいこと辛いこといろいろあると思います。日々いろいろなことに挑戦し一生懸命で、そんなパパさんママさんを含めいおりくんファミリーが大好きです。これからも一視聴者として画面越しで見守らせてくださいね。夢のより、ありがとうございます。あ、かわいい。ありがとうございます。かわいい、かわいい。あとこちらシーシーのハーフバースデーかな。あ、ボールペン、ボールペンも入ってました。ありがとうございます。ミニーちゃんね、かわいいね。あ、うん、あ、はい、うん、お、リーシ、赤ちゃんが遊ぶおもちゃ、ボールね、うん、プラスチックのエプランです。ありがとうございます。ありがとうございます。シーシーのね、ご飯の時に使おうかな。これはどうかな。何？なんだろう、これなんだろうね。あ、リリリリリ、うん、うん、いいね、いいね、いいね、シーシー、よかったね。あ、舐めるの、そうなの。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あなたを浮かべたこれからのこと、僕らの未来、長くどんなに険しくても幸せに。パパも含めてもう一度読ませていただいて、プレゼントはね、シーシーのおもちゃとかね、開封したりとか、いおりくん宛てのものはね、いおりくんがね、自分で買うおもちゃ箱に入れるのかな、うん、宝箱の方に移動するかと思います。はい、はい、今日のママちゃんはここ。